これや、俺がやりたかったんこれやってなったんですよ。ビビッと来て、俺は革パン革ジャンロン毛でハーレーを店前に置いて三好になって見てますよみたいな。違うかもって言う人が作るんですよ。初めて何かと思われてくれたのかなって。で、じゃあ一度話は聞いて作れるかどうかっていうのは、まあ工場だったりとか、まあ製版の方にも話を持って行ってみよう。いやもう門前払いだった。やってみようじゃなくて、うん、なんかいろんな意味で、いやこれは危険だよみたいなこともあったのかな。で、そこから結果、僕がまずあるメーカーさんに直談判で行ったのと、その途中ら辺にももう一軒行ってるんです。今蓋開けてみたら、こういったパーマ液はもう出ようとしてるんですよ。出ようとしてる。はい、実際研究者の方も固定概念が働いてたんだと思う。で、この1年で実際インスタグラムとかで、黒木さんだったらもうペーハーとかも書いてるし、いろんな方がペーハーなんぼでなんぼでみたいな、それでこんな髪の毛サラサラなってるよみたいな、もう実際インスタグラムでバンバンバンと出てきましたよね。やっぱりじゃあメーカーさんとしては、もう言うたらイノベーションが起きたってことですね。逆じゃないんですか。だから逆転したんですよ。そうですね。現場が上に行ったんですよね。大体ならばメーカーさんが徐々に行くよ、はい、知ってるよそれぐらい、ね、ちょっとずつ行くからね、はい、iPhone X から iPhone 11の進化の仕方の前に、はい、iPhone も12のことはもうあるけどさっていうがメーカーだと思うんだけど、はい、それをやり手側の方がもう超えてしまったっていうことですね。僕たちも勉強たくさんしたんですけど、今度はそこに現場での経験ノウハウですよね。そこが加わってくるので、そこに勇気を持って立ち向かったのが僕であったり、仲間でいた黒木さんだったりっていう方々が、そこに屈しずに、ここに何か超える向こう側を見たいっていう、おそらく誕生の本当のその思いが重なったと思います。うん、生まれは今観光地で有名になってる淡路島ですね。そうそう、映えスポットでカップルがよく並んでるお店とかありますよね。憧れですよね。もう海を渡ることへの憧れね。海を渡ればね、もっともっとなんかすごい都会だし、いろんなチャンスがあるんじゃないかって思ってましたね。高校からなんですけど、バンドやってたんですよ。ドラムずっとやってて、大学時代も東京でバンド組んで、バンドってやっぱりファッションとか、やっぱ髪型っていうのが今時というか、まあ、こだわりというか、そういったジャンルによって髪型あるって。僕パンクバンドやったんで、髪の毛ツンツンとしてたりとか、まあ、金髪にしたりとかですよね。ベタですけど、やっぱ髪の毛に興味があったりはしてたんですけどね。プラスなんかバンドとかやってると、今となっては思わないけど、サラリーマンになりたくないみたいな、自分は何かこう表現をしたいってどっかで思ってたりとか、やりたいように俺は生きるんだみたいな気持ちはあったんですけど、ただ現実問題、バンドでご飯を食べるっていうのは成功すればいいですよね。でもしない方が多いなとも思ったので、でその時に先輩が美容師しやってて、美容師という仕事の話を聞いた時に興味を持ったんです。僕はゆくゆくハーレー乗りたいと思ったんで、はい、ハーレーを乗って自由気ままに美容師をするみたいな、で仲間とツーリングに営業中でも行くみたいな自分でお店を持ったらできるんじゃないかみたいなね、思ってたんですよ。たまたま原宿のそのさーっと通ってたら、まあまさしくハーレー置いてあるんですよ、店前に、はい、もう中見たら分かるじゃないですか、はい、ハーレー誰が乗ってるか、はい、それがロン毛なんですね、はい、ロン毛革ジャン革パンですよ、はい、もう来た、これね、これや、俺がやりたかったんこれやってなったんですよ、はい、ビビッと来て、俺は革パン革ジャンロン毛でハーレーを店前に置いて美容師になって店持つぞみたいな。大学出てからの美容師だったので、入ったお店もすごい小さなお店だったんですよ。もう3人ぐらいで、大阪の心斎橋でやってるオーナーさんがいて、スタッフが僕ともう一人いるような、いい意味でももうすぐにたくさん経験させてもらえたんですよ。お店としてももうシャンプーとかをね、ちょっとできたらもうどんどん経験してみてみたいな、もうカラーもねすぐもう塗ってねっていうような、結構なんか僕の中ではレッスン重ねてやるっていうよりかは、もう入ってねっていうなんか度胸ついたなと思いますね。その時にどういう美容師そうってなってくると、本当地道に地道に頑張ってた美容師だと思いますね。カリスマ美容師さんがすごい勢いでダーって言ってる時にぼちぼちやってるような、締め売上も100以降思ってもなかなかいかないような、もがいてた時代もあったんですけど、お前なんぼじゃ売上は100前後ですって言ったら、あー言われて、んでや2番手で100前後ってみたいな、はい、自分をどうやって売ってんねんと、はい、どんな営業行ってんねんと、営業行ってません、あかんやん、
みたいな、もっと営業せな2番手やろみたいな、ちゃんと見せなあかんよみたいな、めちゃくちゃボロカス言われましたね数字の件もちょっとお店のせいにしてたりね、うちだってこんな少ないし新規も全然来えへんしみたいなそれで考えたら頑張ってる方ちゃうみたいな思ってたんですけど、そこででも結構悔しいって思いとやってやるぞみたいな気持ちにはなりましたね。まあ、今南式っていうのをねやってまして、南式酸性デジタルパーマ、南式酸性ストレート、南式酸性ストカールってあるんですけど、それを求めてくれはるお客さんがまあ非常に多くて、大体300ぐらいで来てたんですけど、まあ、ここ1年でまたドドドーンと増えましたね。でもきっかけ本当コロナで、去年の4月コロナすごかったじゃないですか、はい、それまではあんまりストレートメニューとかもやれば多分お客さん来るとは思ってたんですけど、回転率のこととか考えたりとかしてたら、既存のお客さんだけこういうメニューがありますよっていう風にお伝えをしててやってたんですよ、はい、結構評判にはなってて、あのご紹介結構いただいてたんですけど、去年のちょうどその4月に一気にお客さんがドーンと減りましたよね、多分全国的にか東京も大阪も。その時にこれはちょっと危ないかもっていうのもあって、そこでインスタグラムで南式酸性ストレートってポンポーンと出したんですね。その当時ストリートメイトで出したんですけど、そこからもう梅雨時期にドドドドーンとお客様来ていただいたっていうのがきっかけで、月で大体指名で400ぐらいですね。そもそもタオルで傷む可能性もあるっていう、厳密に言うと、はい、タオルをミクロの世界で見るとポケットでしょ、これをゴシ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 ってやったらダメしますよね。これでちょっとたどり着いたのが、粘紙っていう糸があるんですよね、ねじれてるんですよ。タオルだけをパッとミクロの世界で込めると、粘紙がこうねじれてることによって間の空気を含んでるんです。いつものこのふわふわふわっていうあれじゃないんですか、その U 字のこうねじれてるんですよ。へー、パッと見たら毛羽立ってるように見えるんですけど、タオルが電子でボールのようになってて、はい、それが、まあ、いわゆる密になってると水吸わないんですけど、はい、空気含むことによって水を吸い込む力をめちゃ持つんですよ。マイクロファイバーっていうのがタオルとして最高に水を吸うとか、それを超えてるやつがあって、パーフェクト10っていうのがあるんです。パーフェクト僕の友達が展示会してるんですよ。イラストレーターしてて、有名なところで言うと TKO の木下さんで、物価のデザインとか、はい、やってる子で、ちょいちょいよく飲んでて、デザイナー同士なんか気が合うみたいなね。デザイナーのビームくんとイラストレーターイラストレーターですね、はい、びっくりされるんですけど、僕色弱なんですよ。色あまり分かってなくって、小学校の時はもう水色で太陽が出たりはしたんですよ、うんうん、でもそれでデザイナーを諦めたくはなかったんで、 あえてそこを武器にして自分の感性っていう部分で言うと、人が見てるものと別に僕が見てるものは違ってもよくって、それでどう思ってもらえるかで喜んでもらえたらもう僕の勝ちかなと。まず上がこの6人、1980年代から90年代のアニメで活躍したティーンの女の子で、14歳から17歳ぐらいまでの女の子なんですよね。今になって大人になったんで、お金を持って結局いろんな影響を受けてブランドもに走ったりとか、タトゥーを入れたりとかっていう風な、違うところからも入れてしまって多様ねっていう風な風刺が入ってます。僕バーコードなんですよ、基本的に。なんでバーコードを入れてるかっていうと、はい、僕はイラストレーターとして3年ぐらいやってるんですけど、初めのうちは全然やっぱり売れなくて、いつか自分の絵に値段がつくといいなっていう意味のバーコードなんです。広告だったりとか集客に対してすごくデジタルとかインターネットが発達したから、すごくそれは商売としてやりやすくなったけど、今度それに逆に甘えちゃって、実際主義よりも商売のやり方が重視されればされるほど業界は絶対悪くなって、本物が沈んじゃう時代になっちゃったら絶対業界良くなる、はいはい、明日まで頑張ってください。はい、ありがとうございます。もともと僕たちクリエイティブっていうね、クリエイターチームとして今5人でやってるのかな。その中でサロンワークでの仕事の共有とか結構いろいろやってるんですよね。でそこの中でも、まあ、僕と黒木さんっていうのがケミカルに非常に特化してるっていうところがあって、ジカルボン酸トリカルボン酸っていうのをその原料を手に入れたっていうのが一つのきっかけなんですよ。今世の中にあるプレックス剤を使っていても、どこかまだ物足りなさがあったりとかして、もっとダメージレスにできないのかなとかね、結構
構僕たちも考えてて、それでメーカーさんの方にもこういったものをもっとやればいいんじゃないかっていう提案をさせてもらったんですけど、まだメーカーさんの方はそこはあまり、まあ、興味がないって言ったんですね。これじゃあ僕たちやってしまおうかっていうのがきっかけです。一旦ちょっと試作を作って、実際ブリッジやってみたりだったり酸性ストレートをやってみようとか、そこがきっかけで、実際やってみたら全く今までと手触りが違った、もうすごいぞということで、僕が会社作ってしまおうっていうのがきっかけですね。そこはね、だからただできてよっしゃーじゃないんですよ。試行錯誤して仕上がってるところがあるので、何パターンも失敗してきたし、そうですね、岩石みたいになりましたよ。使い勝手が悪かったらダメじゃないですか、はいろいろあったんですよ。ジェル化したものもあったり、結果的に固まってしまうっていうのがよくあったんで、はい、ならないためにはっていうので、いろんなものをちょっと調合しながらってやるね。腐ったりする時もあったんですよ。ただただカビが生えるんです。薬剤カビが生えるんですか？液体化するとやっぱ腐りやすいですね。よくあるやったらケラチンとかの水で薄めるじゃないですか、はい、あれを普通に常温で置き続けたらもうカビ生えるんですよ。だから冷蔵庫に入れたりしてね、ジェルもしたし、ちょっと液化するようなものも、液化して化学反応が起きて固まることもあったし、腐ることもあったし、で結果粉だと。粉ならばカスタマーがいろんなことができる。研究員の方も含めてそこまでの領域でしかないっていう頭だと。やったメーカーで言ったら還元力が高くて pH 値が低いものだったら 6.8 っていうのがあって、もう 6.8 でももう全然弱いブリーチ用っていう形で出てるっていう商材しかなかった。だからそこにおそらくメーカーさんで作ってる側の方はこれ以上で何かできることはない、そこを疑ったってことですよね。自分たちがやってるっていうのはそれよりももっともっと低 pH で高還元に持っていくってことをやってたわけですよ。おそらくそういう案はあったんじゃないかなとは思いますけどね。今思えば髪の毛のタイプによってうまく振り分けることができたり、それがイエロー、レッド、そうですね、イエロー、レッドとかね、はい、スーパーレッドってものが、それがあることによってもっともっと幅は広がりますね。向上していこう、もっと良くしていこう、もっと上があるはずっていう、なんかこれが楽しいんですよね。自分の中の最上級っていうのは限りなくあるんで、この最上級がやっぱり一番ワクワクする。皆さんの紹介もうちょっとしとくわ。ドールヘアって大阪に2軒やってて、3軒か今やってて、ナミさんがすごいのは2番手、3番手、4番手、5番手、6番手ぐらいが200万ぐらいなんです。それがちょっとすごいなと思います。集客もホットペーパーもライトプランで100とか200とか集客するから、すごい上手。それだけ本当なんで知ってます。イエローゴールドは僕の中でも無敵です。最初は何も知らないうちにイエローゴールド 5% ぐらいでいいんじゃないですか、ステバンの中に冷たく言われて騙されたと思って、普通にそれをトリートメントでやってもらったんですよ。ライトのやつ、まあメインとしてはそのイエローとゴールド、見なきゃ感じられないんですよっていうぐらい、何のこれっていう。7、8年前に共通 の, もうすごい世話になってるザザの土屋さんっていう、はい、ザザの今のナンバー2の取締役なんだけど、その方にこう、福井くんって、二谷の大川さんと笠本さんと飲むんだけど来るよねあれ日曜日でしたよね。日曜日の夜でしたね。ですよね。行きますっつって大阪から今新幹線で来ようみたいなね、みたいな、そんな感じでしたよね。生きのいいのが来ますから僕たちがその場で触ったものが違うんじゃなくて、お客さんが次回来た時までに感じたら毎日が違うんですよ。だからあなたのストレートは違うっていうわけですよ。あなたのパーマは違うって言われて、多分ブリッジも一緒だと思います。テールトーンでもね、来た時に違う。黒くんのブリーチだったらパーマ結構当てるんですよ、紹介されるんですけどね。髪の毛に体力が残ってるんですよ、ハイトーンなのに、18レベルなのに。これってどこにあんのかなって僕は思ってました。それこそね、今日ムービーでもあったんですけど、例えば酸性のパーマがなぜ生まれたのかとか、酸性のストレートがなぜ生まれたのかって話の中で、メーカーさんがなんで作らなかったのみたいな話なんです。メジャーなメーカーの中で酸性はあるんですね。マニアックのメーカーでもあるんですけど、その中で pH が例えばですね 6.8 ぐらいで、高還元となるんですよ。メジャーメーカーで言うと pH は低いけど還元力めっちゃ低いんですよ。なぜ今ここまで来たのにっていうのはあるんですけど、なんで生まれなかったのかっていうのは、僕たち美容師もそうなんですけど、各メーカーの研究者も固定概念なんですよ。そうそう、言われるのはそんなんで当たりますかって結構みんな言う。そう、だからその常識っていうものをみんなが植え付けさせられすぎてて、この領域を超えれない、この範囲内で考えてしまってるっていうのは、例えばブリッジだったら 6% じゃない、絶対脱げない。でももしかしたら
違うかもっていう、違うかもっていう人が作るってことです。だからなんかやってみようかなみたいな、ここが初めて何かが生まれる瞬間なんだって、そんな話をね、そうさせてもらったりとか。 12% の荷材を結構使ってたんだし、めっちゃ切れんねん。それでやっぱ明確になったのは、荷材が強すぎたら切れるんやなって、ちょっとまた違うんやなって。よく使ってたわ 12%、 今もう全然使わんからいっぱい余ってるわ。しかもね、それだけ酸素をめちゃくちゃ起こすんで、めちゃくちゃ老化しますね。超えるってのはね、1ミリでもいいから超えるんですよ。超えた時に1ミリ超える勇気があると、びっくりするぐらい iPad になるんですよ。ちょっとやさい、ちょ受けすぎて嬉しいですどういうワードが出んのかなと思ったら、俺宮さん天才ちゃうかなって思う1ミリ超えたらどうなんだ、ドキドキしとったらまさかの iPad やったんだもうそれで創業しました。自分で言うと、そういった新しいものを発見していくって、この紙質にどういうようなマッチングを持っていけるかとか、そういう発見があるときが一番美容師ってワクワクするんで、それがあるからこそ、今で言うと僕27年目かそんなぐらいになってるんですよ。今でも美容師を楽しくやるっていう、一番楽しくやるためには、そういったワクワクするものを作るってこと。僕の場合はそういったケミカルから始まる、無理だって思われた髪の毛が綺麗に持っていけたりとか、綺麗に曲げれたりとか、ここに自分がワクワクするから、こうやって今も楽しく美容師ができる。根本的にあることって、何がやりたいかっていうことですよね。みんなで業界変えましょうってことです。美しいって言われてることの美しさって、みんなに価値観があると思うんですけど、僕たちは最低でも髪の毛綺麗にしないといけない、髪の毛を綺麗にするプロでいたい。メーカーがすげえ儲かってるから、儲かりすぎてるから、それをせめて美容師さんにっていうのをすっげえ思ってるの。だから美容師さんに稼げるシステムを作って、メーカーさんで儲かりすぎてるシステムを壊していくっていうのを話すことではやりたくて、会社は儲けない、でも現場美容師さんは稼げるようにする、それが最後に残る綺麗な形かなと思う。売れればいいんだ、これらバズるでしょみたいな、じゃあ早く終わらせてほしい。そんなことよりも、もっと美容っていうのは価値が高いものであり、お客様がもっと喜べるっていうために、自分たちはその技術に対して尽力を尽くし、その中に宣伝という効果を出したい、出そうぜっていうような世界観に変えていってほしいなって、僕アンダーセの社長としては思います。そういった商材を皆さんに送り込みたいなと思う、その一つのきっかけにしてほしいな。